こんにちは、ハイブリッコちゃんです、今日もホワイトボードを使ってクイズをやりたいと思います。ヒーロー、ヒロイン、バイブレイヤー、機械物、ロボットなど実在する人物、歴史上人物、戦国武将など、ゆるキャラ、それからパルコさんの好きなヒーローも出てくるかもしれません。はい、こちらに、一文字目を書きます。そして、画像10秒間だけ見てその記憶をもとに絵を描きますので、どなたを描いているのか当ててみてください。はい、では早速第1問、一文字目はか、かです。はい、では10秒見に行きます。はい、あーらららら、この方なんですね。へー、あ、はい、書きます。結構特徴あった、特徴はありました。こう、こんな感じですかね。ひげもありましたね。そしてこうかな、こんな感じ、こんなような、この方、この方です。はい、彼女作るこの方、結構特徴ありますね。正解は、黒いネクタイかな。いいですか。はい、この方です。正解は柿原正夫、柿原さ、お、はい、ちょっとおかない、ちょっとおかない。はい、では第2問、一文字目はみ、みです。はい、では10秒見に行きます。はい、あー、はい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 、はいはいはい、はい、はい、では書きますね、この方全身書きましょう。全身を、バニマダメじゃない、こんな感じで、
その方はね、全身描いた方が絶対に分かる。顔がでっかい。顔はちっちゃいです。何かが変だけど、合ってると思うんですけど、この方です。ミノンつくこの方、正解はミラ・ジョボビッチ。ミラ・ジョボ、ミラ・ジョボビッチさんです、ね、こうなってましたね、うん、はい、では第3問、一文字目はコ、コです。はい、では10秒見に行きます。はい、あ、はいはい、はい、書きますね。こうで髪は短かったかな。難しいな難しいな。こんな感じで、これを持っていただきましょう。正解は、正解は河本ひろとさん、河本ひろと、河本、河本さんですね。はい、難しい、難しかった。はい、今日も3人書きました。はい、当てていただいたでしょうか。ではまた、バイバイ。
本日もハイブリッコチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッコちゃんはツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。Thank you for watching Hybrid Channel today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.